もしもし、プロデューサーさん？おーい。あ、留守電になってる？まあいっか。お疲れ様です。私、春日未来です。映画の台本読みました。私の役、新人ナースで刑事さんなんてすごいですね。うっかり者でドジってところは私とはちょっと違うかなって感じですけど、でも頑張ります。犯人ナースの琴葉ちゃんはしっかり者だからぴったりですよね。あと志保のお医者さん役、なんかかっこいいですよね。あ、でも志保はよくわからない役って言ってました。風花さんも私と同じナースなんですよ。しかも志保のお医者さんの婚約者って。あとはゆり子の入院患者さんですね。ちょっと変わっててなんか面白そう。今回ってすっごく頼りがいがあるチームですよね。琴葉ちゃんと志保はお芝居に詳しいし、ゆり子はミステリーに詳しいし、何より病院に詳しい風花さんがいますから。私は逆に知らないことばっかりなんですけど、みんなが教えてくれるから助かっちゃってます。なので私は盛り上げ役として頑張ります。プロデューサーさん、応援してくださいね。それじゃあまた。春日未来でした。